プラス。こんばんは。フレッシュで最初のアート番組東京プラスです。私は現代アートプロデューサーの山口由美です。よろしくお願いいたします。アーティストの名前ざっくりです。よろしくお願いします。この番組は国内外のアートの情報と経営理念にアートを積極的に取り入れているビジネスマン、ビジネスウーマンの方をゲストにお迎えする番組です。でさらにアーティストのゲストも用意しております。お話や写真や映像や作品をっていう番組なんですけど、実はですね、本日はアートフェア東京2018の会場であります有楽町フォーラムに来ております。3月9日から11日までの3日間、たくさんのアート作品を見たり購入したり、クリスさん買ったりできるんですよ。できちゃうんです。ぜひ、ね、作家としては買っていただきたいですね。アートフェアはね、見るだけじゃなくて買えるものです、うん、はい、では早速今回のゲストをご紹介しましょう。パーソナルスタイリストでコレクターでもあります竹岡真美さんです。どうぞ。ようこそ。今日はありがとうございます。お招きいただきまして、アートフェアは結構何回もいらしてますか？そうですね、はい。で特にあの VIP のレセプションとかオープニングとか、はいはい、そういう時にいらっしゃる、はい、なるほど。日本のアートフェアでもやっぱり作品を買うことはありますか？そうですね、割と私は日本人の作品を買うことの方が多いですね。素晴らしい。やっぱりあの応援しないと。ありがとうございます。じゃあ早速見てみましょう。はい、なんかドキドキしますね。ドキドキしますか、うん、ワク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 します。なんかどんな新しい作家さんがいたりとか、そうですね、あと手法が自由でね、はい、すごいドキドキします。一応今回のですねアートフェアは、はい、いろんなセクションに分かれておりまして、はい、まずは現代アート部門の方から、はい、見ていきたいと思います、はい、でアーティストをご紹介したいと金がね番組では思ってるものですから、はい、今日はですね、うん、小林マサトさんと待ち合わせしてるんですね。はい、あすごいですね。マサトさん来ててくれてるかな、うん、こんにちは。どうも。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも。コレクターでもあるし、ライフスタイリストやってる竹岡さんです。竹岡です。多分いろいろお見かけしたことあるかもしれません。それからこの番組で一応一緒にやってます。アーティストの名前ざっくりです。よろしくお願いします。小林さん作品ね。小林さん、今回は割とあのご自宅に持って帰れそうな感じ。まあフェアだからね。フェアだからね。でアートフェアでやっぱり一番なんか気になさることとかいろいろありますか？アートフェア、うん、個人的にはさ、はい、あんまりは行かないよ。行かないっていうのはさつまり、まあ、多分金持って見にあの何買おうかってさ来る場所だと思う、っていうかあのほらバーゼルでもさ何でも、はい、あのやっぱ歩いてて例えば作品をさいろいろと費用してったりとかそんなことはほとんど意味なくて、はい、やっぱり金少なくてもいいからなんかさとにかく金を持って、うん、それで何買おうかとか思いながら歩くのが一番楽しいじゃん。それはそうですよね。本当本当。それじゃないとほとんど楽しくない。で、そうじゃなかったらだからいてもしょうがない。まあブラブラしながら、まあ何買おうかなってやっぱりさ、そうやって見るのが一番楽しいと思うよ。そうですよね。そうワクワクする場所。小林さんほら海外でもねアートフェアいろいろ出てると思うんですけど、日本のアートフェアと海外のアートフェアで大きな違いとかそういうのもうなくなってますか？どうですか？分かんない。だから日本のアートフェアっていうのがあんまり来ないからさっていうかだけどでもほらやっぱりただほらもともとだけどフェアってやっぱりかき割り的なブースになってさ、でもほら最近だとほら椿さんとかが京都でやってるようなさ、ああいうのって要するにブース取っ払ってやるようなのもあるけど、ね、基本やっぱりブースじゃん、でもなんていうのブースで見ていくっていうのはそれなりにさそれは楽しいんだよね。そうですよね。一度一度リセットできるしさ、なんかこうある同じ条件でやられてるっていうかね、同じ条件でこう、そうですね、プレゼンテーションがどう違うんだろうみたいな、そうですよね、
で、あとはそのギャラリーさんの好みが自分に合うかどうかっていうのを見極められますよね。ブース全部合っちゃう時とかありますもんね。そうです、全部欲しいと、ね、ただでも俺の立場からしたらさ、うん、俺はどうでもいいっていうか、つまりそのブースにちっちゃいのに合わせてとかさ、うん、そういうことじゃなく、うん、ただ例えばこういうのでも俺は何ていうかな、例えば星とかさ、あれだったら星のね、あれで星、まあ星って言えば光なわけで、結局はだから光がさ、いろんな形をとって現れる、それをだから俺の絵は例えばどこにかけたって別にいいんだよね。何も要はすごい立派なところとかさ、そういうところにじゃなくたって、どんな場所だって台所だってさ、トイレの中だって別にさ、要は光がいろんなところにあったっていいじゃないですか。別にあんな高いところにあるだけじゃなくてさ、部屋の中にとか、そうやって、それをだからこういうブースとかさ、いろんなそれぞれのね、だからあれですね、ちょうどスタッフの皆さんの机を置いて、もうすごくお家にぴったんこっていう、こう想定できる置き方、飾り方ですよね。コレクター的には値段が気になるんですけど、教えてもらってもいいですか？っていうか、自分が買うときやっぱり値段を聞かないと買えないんですね。どうですか、かけこさん。あ、すごい、私これ好きです。これはね、これゲントにいた時にね、金がなくて、キャンバス買えないから、これじゃあ、アルミ、アルミですよね、アルミホイル、すごい、なんか台所にあるアルミホイルで、なんか自由なんだなって、何を使うのも自由なんだなって思うんですよ。小林真さんの作品はそういうのに溢れてるの。そうですよね、愛のためだもんね、描いてるの。でもね、アルミがこんな綺麗な色に変わるって、普通のやっぱりアーティストじゃないとできないですよね。本当本当。あ、すごい、これかわいい。私最初これなんかキャンパスだと思いませんでした。違う素材だと思って。別にだからキャンバスと油絵の具とさ、木枠で普通に別にみんなが描くさ、キャンバスと木枠と油絵の具なだけでさ、で順番が違うだけなんだよね、その描き方っていうか。そうね。面白い。でも顔も描かれるんですね。うん、ゼロ号。これが、これは全部つい値段を見てしまいます。さすがコレクター。そうですね、一個一個。これはね、この星のモデルっていう。へー。まあいろんな女であれ、男であれ、トランスジェンダーであれ、何であれさ、要はだから、この星の、この星の人っていう。これリンクしてるんですか、この空間時代は。それとも別々する。別に、うん。どこに、どこだっていい、どこだって、すみません、これはアルミに素材は何で油絵の具、油絵の具なの、油絵の具で描けるものなんですね。だから、両方すごい食いついてます。すごい好きなんです。はい、キープ、第1号ですから。めちゃめちゃ好きです。ほら、最近になって例えばアルミホイルで描かないとかさ、そういうに言われても、やっぱり今だとさ、例えば変な話、少しは金があるから、要するにアルミホイルは使う意味がないんだよね。そのやっぱりその あの時とは変わっちゃった。だから、こういうふうにはできないっていうか。あ、そうか。これちなみに何年？2004年だから、もう14年前ですね。あと青の色がめちゃくちゃ綺麗。だから結局、ほら、アーティストはさ、自分の作品を作るじゃないですか。結局だけど、それがアートフェアであろうがさ、何であろうが、結局はいいんだよね。で、やっぱり俺にとってはやっぱ光っていうか、だからその光って別にいろんなところにある。あとはあれですよ、実は美術館にあったとしても、ギャラリーももちろんそうですし、至る所で欲しくなれば買えるんですかって聞いて欲しいんですよ。意外とそれがね、売っても大丈夫な時もあるし ね、そういうこうちゃんとアーティストと密になれたりするので。まあでもなんか普通の人は敷居が高くて、本当に自分がアート買っていいのかなっていうところからちょっと始まっちゃうので、だからそれでも意識改革しないとね。やっぱ日本はでもそれがやっぱりちょっとさ、寂しいっていうか、そうですね、やっぱり硬いっていうか。だって俺がそのゲント行ってた時もさ、テレビアンフィットとかが、もうかあれはもう愛にあふれてて、もう十分アート魂は持ってるけど、やっぱ金はいるから片手にマネーっていうか、で片手にバイブルみたいな、
それがやっぱり両方ないとさ、なんかうまくいかないじゃん。そうですね、本当に。小林さん、長く、ね、ベルギーのゲントにいらっしゃいましたね。そうなんですね。なんか色がちょっと日本人っぽくないと言ったら怒られちゃうのかな。ちょっとただの素人の見解なんで。いやいや素晴らしい、素晴らしい。はい、分かっちゃいますね。はい、絵の具をさ、だからチューブからそのまま出してさ、うん、で、あれをやって、そのなんていうかな、混ぜるのはキャンバスで混ぜるっていうか、はい、そのここで混色したりしないんだよね。だから透明感が薄めないっていうか、まあ、混ぜれば混ぜるほどね、透明感なくなりますよね。そうそうそう。じゃあ、続きはまた明日からのアートフェア、はい、さらにギャラリーもありますので、はい、小林さんを検索していただくと、そうですね、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日から戻ってくる、はい、ありがとうございました。じゃあ次にご紹介したいのはこちらの作品、ブースは浦野さんのところのブースなんですけども、去年のベネチアビエンナーレの時の日本パビリオン代表だった岩崎貴弘さんの作品なんですね。こう見てください、この細かさ、そして繊細さ、そしてユーモアですね。ベネチアビエンナーレの時も本当列ができていて、これを見るためにみんなの列を作ってましたね。でこちらの本はね、しおりですよね、本のしおりを一回ほどいて、ね、再構築して作ってる。だから、本の中の知性的なもの、知的なものとか、中のコンセプトも含めて非常にこうなんか分かるなみたいなことですよね。それでもしかしたらこれは何、歯ブラシの一本一本を抜いて、これが抜いてあるところ、もしかして。そうなんです、ね、全然知らなかった。そうなんですね。そうなんです。でさらにこちらはもっと大掛かりになってますけども、 いわゆるタオルというか雑巾だったりするんですね。雑巾で例えば川崎から見える風景みたいな工場地帯、そういうのを作ってるっていう。これは雑巾は染色してるってことですか、自分なりに。そうですね、黒でね。でそういう工場地帯の雰囲気を出すためにやってるんです。もうこれをねやろうとしたところもすごく面白くないですか。面白い発想とかもそうですし、なんかご本人に聞いてみたいですね、なぜいつもこの工場の機械なのかなっていう。その時々なんか僕富士の山ビエンナーレというのでご一緒させていただいたことは、はい、その時は富士山を表現されてたりとか。そうなんですね。じゃあテーマがその都度決まってる。でも結構こういうものが多いですよね。そうですね。多分高度成長期の日本とか、そういうものに対しての再評価とか、自分の育った時代とかも合わせたりとか。何歳なんですか彼は。岩崎さんは今40代になるところかね、30代後半かもしれないですね。でもいい作家です。そうですね。ぜひ見ていただければいいなと思います。ですよね。なんか作品いいなと思った後に、はい、その人のバックグラウンドを見るのが私はすごい楽しくて、意外な人とかいるんですよね。そうそう、意外な方とかいて、はい。で、マミさん、うん、あ、はい、あ、そうですね。桑田拓郎さんのものを持ってます。持ってるんですか。はい、オーナーの兼近さんに勧められて買いました。やっぱりこれは桑田さんの場合は割とお茶碗とか多いですけど、はい、使ったりもするんですか。なんかね、実はお茶会で、演習流のお茶会で使ってらっしゃる方がいらっしゃいます。他の古いものと混ぜて、はい、決してお安いものではないと思うけど、はい、使っちゃうっていうのもなかなかこうコレクターのなんか非常に、ね、幸せ感っていうか幸福感みたいな。でも茶道具でもともとね、お茶の道具だから使わないともったいないっていうのもありますよね。でも何にも知らないただのお茶会の人は、なんだろうこれって言ってました。この後14時よりお客様を迎える。じゃあ次行きましょう。恐れ入りますが、アクセスエリアへご移動いただきますようお願い申し上げます。あ、そうですね。こちら小山さんのところ行きましょう。小山さん、14時アクセスエリア。こんにちは、失礼します。しばらく見えたんですけど、見せてください。圭介さんは僕と同じ、僕の隣のアトリエスペースです。あ、そうなの。同じアトリエスペースなんです。うん、あ、そうなんですか。そうなんです。面白い。これ全部違う素材、最近は古材とかそういうものを使って、拾ってきたものとか、そういったものからなんか生命が宿ってるような感じ、表情だったり。そうなんですね。
この船とか可愛いですね。可愛いですよね。なんかまた私これいくらですかって。確認しましょう。確認しましょう。聞かないとやっぱり買えないっていうのはあります。やっぱ買うためのアートフェアですよね。ちなみにちょっとお値段とか聞いてもいいですか。聞いてもいいですか。こちらはおいくらですか。山本圭介さんに。はい、少々お待ちください。すみません。そうですね、ちょっと1点ずつ。この船ので25,000円。かわいい、全然かわいくて買える値段。ありがとうございます。こちらの小山富雄ギャラリーさんなんですけども、たくさんいつもは割と大きい展示もするんですけど、今回は割と小さい作品というかお家に飾れそうな、ね、ものを持って集まっていらっしゃいます。菅さんですね。ライアン・マッキンレーですね。人気のね。そうですよね。今これ、ごめん、また聞いていいですか。これいくらですか。ライアン・マッキンレー。はい。本当にコレクターさん。そうですね。実は今日いい方に来てたんですよ、やっぱり。こんなにやって。昔、多分、7、8年前にライアン・マッキンレーの作品の、多分このぐらい、この大きさぐらいのやつを買おうと思った時に、実はあんまり値段のこと言っていいのかな。85万ぐらいでめちゃくちゃ安くて、でも今っていくらになってるのかなっていうのがちょっと、おそらく、はい、まあ上がってると思われますよ。はい、ですね、うわー、全然桁が変わって、はい、ただこのてます、4つで、あ、その4つで、4つでです、4つ350万、はい、いや、やっぱり何年か経つと上がりますねみたいな。そうだね。そうですね。だからやっぱりこう自分がいいと思った時に買って、そうですね、買わないと直感を信じるというか、そうですね、ありますね。なるほど。じゃあちょっと次行ってみましょうか、はい。あ、私ね、この人ミラノに住んでた時に知ってる、お友達でした。広瀬さんですよね、いつもアクリル使ってて、はい、でもこれね、結構大変な技術なんですよ。そうですよね、難しいんです、難しい、この浮かせるのが大変ですよね。どうやってやってるんだろう、そうそう、だから気泡をね、なくすのにとても大変な技術が必要なんですよ。あ、なるほど。そうですよ、あと、ね、この位置に浮かせるってすごい難しくないですか。できないです、できないです、できないです、すごい綺麗。やっぱり重ねてるんですね。でもその跡が見えないように、見えない見えな い, いやすごい。でもなんか元は四角かったりしましたよね、筒だったり、ね、なんかすごい進化、作家も進化していくんだなっていう、そうですね、確かに感じがしますね。去年 の, 古典からこういう旧 の, Q の作品を使い始めてますね。どうやってんだろうっていうのが見ちゃうから進化してるからさ、やっぱり後から買うほど結構進化してる場合も多いじゃないですか。待つっていう行為もありますよね。その作家さんがどんどん成長して洗練されていくっていうの、でもそうすると高くなっちゃう。怖い。悩ましい。ちなみに私に内緒で値段を教えて。内緒しなくていいですよ。展示されてるものは35万。あ、本当？はい。私すごいこれ好きです。あとで竹岡さんのランキング聞きたいですね。こう買う何をこう。はい、おかしいよね。ごめんなさい、50万ですね。で、もう少し小さいものです。すっごい安い、お買い得って今思いましたもん。ありがとうございます。そう。ね、全部が。それではここでゲストの竹岡真美さんにお話をちょっと伺いたいんですけど、真美さんはイタリアのミラノが長かったそうですね。そうですね。大体足掛け10年ぐらいで、実質多分8年半ぐらいいました。今はスタイリストのアドバイザー、はい、パーソナルスタイリストそうですね、なんかおっしゃってますけども、エグゼクティブの方とか政治家の方とか、そういった方に全身を、その人の魅力が全部出てるように、だから結構もったいない人がいるので、もったいない人、わかります、見ていただきたいですね。ちょっと今ね頭に浮かんでた人がそのもったいない人も、もうそのまま本当は実力があるので、それが一目でわかるようにするのが私の仕事です。はい、ということはそういう時は、はい、その方のお仕事とかいろんなこと、ね、聞き取り、ちょっとインタビューをする、はい、1時間ぐらいヒアリングしまして、本当は何がの望みなのかとか、ちょっとコーチングに近いですね。はい、こんな風に見えたいなとか、そう見えたいとか、でもまあ女子の場合は結構、私はキャリアウーマンに見合わせたいって言いながら、実は旦那さんに愛されたいっていう
ひそかな願望があったりとかして、ね、まあ、わがままですからねどっち行けばいいのかなみたいな。なるほど、なるほど。ユミさんをこう、はい、もしやるとしたらとか、そうそう、ですね、うん、まあこんなところででもちゃんとやったらやばいから美しいのでですね、とんでもない。実はですね、肌、ね、まあ、いい年に私もそうなんですけどなった場合に3つの点がありまして、先っちょ気をつけなくちゃいけない。なぜならば栄養がいかないので、まあ世界のねセレブの方は髪の毛が綺麗、まず確かに絶対髪の毛にお金かけてる。それから鼻の頭とかのですね、歯がツルツルにする、あのとにかく先っちょですね、手先が綺麗とか、あとあのかかととか肘とか、そこにやっぱりあの若い時は気にしなくていいんですけど、年取った時は確実にそこが劣化してまあ血が通らないので劣化していくので、まずはそこに気をつけることが重要かな。先っちょに気をつける。あとはまああのそうですね、 3色で決めると、まあ何でもあの色数を絞るということ、それからあの暖色と寒色、日本人はね暖色と寒色を織り交ぜちゃうんですけど、暖色と寒色をもう最初にどっち茶色系であったかいを選べるから寒いくので行くのかっていうのを決めちゃうとか、まあ、いろんなメソッドがあります。やっぱりデザインとかされてたからそういう、ね、お仕事がそのやっぱりあの大学ご卒業になってからはいくつかの、はい、3つぐらい、あのミラノとロサンゼルスと東京でデザイン学校を行かれまして、でその後美学美術学科に戻って学芸員の資格を取りました。そうそう、これがまた奈美さんすごいところでね、大学入り直しちゃってるっていうか ね、 そうですね、勉強自分が学んだ学部と違うところに行かれて、元々英文科だったんですけど、ね、本当生涯学習を実践そうですそうそうそうこんなおばさんじゃないですよねでもその結果やっぱり絵の見方でちょっと変わったりし、はい、変わったところはありました。あの実はですね、あのあこれ新しいなって自分が思っててもその美術研究したので、まあ、現代までやりますよね、はいはい、全然新しくないよ、100年前描いてる人いるから、ジャクソン・ポロックって人がいるからとか言ってアーティストに教えてあげたり、あの、すごく残念なのはそのアーティスト自体が俺新しいの発見したよって思っても勉強が足りないとそれが新しくないことが気がつかない、気がつかないことがありますよね。うわうわうわ、でそれってすごく残念だな。でも、まあ、本人がやりたくてやってるからいいんですけど、でもなんかこうやって見ていくとアートの中で価値を喪失して残っていくものって、まあ、あの例えばですけどデュシャンとかのありますよね、はい、革命的な泉です ね、 ですね、あれなんで新しいかって今までやったことがないっていうことじゃないですか。で結局ずっと見ていくとやったことがないことをやるものしか価値がついて残っていかないんですよね。と勉強しないと見ていて新しいのが何なのかわからないっていうことがありますね。で勉強したからあもうこれ前にやったことある人こんなにいるからって分かりますよね。そうするとその、まあ、私自体は職業にしてないんですけれども、それを今まで勉強するまで感覚的にこれ新しいと思った、うん、だけどその感覚ではなくて実際にその今まであるものを知った上でやっぱりこれ新しくないんじゃんってすごい確信ができるっていうところがあると思うんですね。つまりやっぱり腑に落ちていく、腑に落ちていくんです、腹に落ちるというか。だから例えば若いアーティストがこれ新しいだろうって言ったとしても、ちょっとダメダメ、美術史の本解いてあげて、ね、これはもうここにあるから、もっと新しいことしなきゃダメっていうふうになんか言える感じが、やっぱだからもうちょっとそういう意味で広く討論とかね、ディスカッションとか、そうですね、なんか自分がやってることが大丈夫かとか、なんかそういう場があるといいなとかね、そうですね、なんかやっぱりあのアーティストの人ってずっと書いてるから、あんまり情報、まあ、情報がないこともいいのかな、ね、ちょっと遮断しちゃってるね、ありますね。そうでもあのさっきも、まあ、あの前回で富山さんがおっしゃってたんですけど、あのマーケティングしてるアーティストなんて嫌だよっておっしゃってましたそれその通りなんですが、一方でやっぱりっていうことありますよね。価値を喪失するためには少し勉強が必要なのかなという気がします。耳が痛いです。おっしゃる通りマミさん自身がね、例えばそのやっぱアートもう一回勉強しようみたいに思ったきっかけとか、なんか刺激を受けた展覧会とかってもあるんですか、はい、どっかで見たとか。そうですね、あの実はですね、あの皆さんもよく知ってらっしゃる村上隆さんが、はい、東大の辻信夫先生と一緒に、はい、あのある一つブースを作っておられた展覧会で500羅漢図で、そこには、はい、あの辻信夫先生が基礎の1960年に基礎の系譜書いていて、で村上さんがその自分の作品とその基礎の画家たちを比べていて、まあ、オマージュ的に作ったものとかがあったんですね、はい、それを見てあこの方はすごく頭がいいなと。でその例えば、まあ、あれは基礎系だったけどもリンパだったりとか可能派だったりとか、いろんなスクールがこうありますよね。ありますね。でおそらくですね、その
どっかのスクールに自分を乗っけられる人がこの先も残っていくという厳しい現実もあるんじゃないかと思ってしまったんです。で、じゃあ自分がいつも買っている作家はその歴代の日本の江戸時代とかから続いている どこのスクールにカテゴライズすることができるんだろうっていうのを学びたかったのが最初のきっかけなんです。なるほどね、はい、でもそれって本当にあの、うん、価値を作るっていう、これから日本の、はい、まあ、アート界だけではなく、はい、実はそのソフトウェアとかクールジャパンとか言ってるものが、はいはい、全部そこに集約される可能性があって、ね、やっぱりね、DNA は日本人なのでどっかに、まあ、あると思うんですね。でその日本のその DNA のどこに自分が属するのかっていうのを認識するとしないでは全く説明の仕方、もう文脈が違うかなと思っていて、背骨ですよね、ちょっとした、ね、文脈でもあるけど、やっぱ背骨みたいなことですね、はい、背骨が違うかなと。でそれ分かった上じゃないと、まあ、全然職業にする気はないんでなかったんですけど、まあ、啓蒙活動するにしても何にしても分かった上で説明しないと、まあ、いい加減なこと言っちゃうかなと。いやいや、そんなことはないです。でも大事なことですよね、本当に。で、あのファッションの、ね、うん、方ですから、そうですね、クリスさん、この出会いはちょっといい感じじゃないですか。そうですね、ありがとうございます。でもすごい素敵だった。色も綺麗ですし、ありがとうございます。で最新のお仕事というか、はいはい、それはやっぱり今日お召しのこれ。そうですね、あの実はカシミヤのストールもあのプロデュースして卸をやっていて、まあ、ちょっとあのいろんなセレクトショップさんとか百貨店さんに卸してたりとか、あとなんか最近は海外、最近はですね、実はあのこれカシミヤで 38g なんですけど、すごい、あのインターモンゴルで作って、やっぱりモンゴルなんですね。モンゴルなんですね、やっぱり朝青龍関でね、あのそうそう、パントーンで色を指定するとですね、ちゃんとその通りにしてきてくれる。でね、あの一つ分かったことがあって、あの今年主人とクルーズに乗ったんですけど、うん、はい、実はクルーズの中って船の中寒いんですよ、うん、それで私これ毎日日替わりでやってたら、はい、みんなが欲しいって言って船の中で全部売れちゃったっていう、すごい。やっぱ寒いから。であの6時以降はブラックタイなので、女性はここ全部肩出していて、すごいクーラーの寒いところにいるので、あのボハルモンが必要。なんかあ、そっか、こういう市場ってあるんだって思って、今度そっち売ろうかなとか、でそれに売ったの素晴らしい。あとはですね、アート買おうかな、なんかそこにそあのつながっていった、ものすごいいい公開店。そうですね、でもね、寂しいのはその船の中に実はアートカフェっていうのがあったんですけど、まあね、キュレーターがいないんだと思うんですが、あの全部偽物だったの。そんなことあるんですか。それで、みたいな。ユミさんそれやったらいいじゃないですか。それやった。市場はあると思いますね。やっぱり冬装ビジネスですかね。そうですね、頑張ってくださいみたいな。ユミさんがそこはやっぱり。そう、あれはひどい。あの世界のやっぱり富豪の人が乗るのに、あれってないよなっていうものがいっぱいありましたね。やっぱりちょっと統一感欲しいですよね、全てのところに。そうですね。まあ、美意識は皆さん多分お金もあって美意識もある人が乗って、でそこで買えるんですけど、おそらく多分乗ってる人って他のアートフェアでちゃんとしたもの買ってるから、この船の買えないよって思うと思うんですよ。はい、だからやっぱりなんかこう、あの一点豪華主義みたいな、昔そういうのもありましたけど、やっぱりこうバランスを取るとか、そういうのありますよね。ありますね。でお金がなくたって本当にお気に入りの、あのさっきブースでね、小林正史さんが言ってた小さくてもっていう、あの大事な日本お家の一番いいところとかに飾ったり、そういうこうめで方とかっていうのは日本のライフスタイルに合うかもしれないなとも思うんですけどね。そうですね。でもほら、あの日本人は昔からね、あのちゃんと掛け軸とかをどんなお家も建ててたじゃないですか。その家の中に自然の風景とか取り入れたりとか、目を遊ばせるっていうのはもう本当はあるはずなんですけどね。なんかだんだんなくなっちゃって、ちょっと忘れてる。忘れてますよね。でも自分を変革しようと、要するにマミさんに相談するような人は男性と女性どっちが多いんですか、はい、実はね半々なんですけど、あの自分が変わりたいと思う瞬間って人生の次のフェーズに行く時みたいで、だからものすごい根詰めて私も変えるんですけど、全く人生変わりますね。あの自信、多分男の人は自信が生まれてかっこよくなると、はい、まあ、最初に自分の秘書とか、はい、お茶汲んでくれる人とか、あの部下が優しくなるんです、女性が。それは本当にそうするとどんどん気遣ってるんだな、まあ、その、あの思うんですけど、みんなに気を使うっていう、なんか自分のためじゃなくて、その場にいる他人と共有する空気のためなんですよね。
それはね、船乗って分かって、例えばあの文、例えば着物着たら文化を共有するとか、シェアなんですよね。でそこで例えば汚い格好してる人がいると、もうその場の価値自体が下がっちゃうので、だからやっぱり自分のためじゃなくて、相手と共有するその空間のためなんですよね、おしゃれするのは。空気を作り出すというか、だからそれが毎日の積み重ねだと相当大きく、ね、大きくなりますよね。はい、いや自分でももうリマインドしよう。リマインドしてね。あのお手伝いしますから、ね。もうあの本当ですよね。次回の放送あのユーミンの歌の中に、はい、このなんか恋人に再会するときにこの、はい、サンダル履いてきちゃったっていう、はい、後悔の歌があるでしょ。ありますよね。デスティニーですね。ですね。あれをね聞くたびにね、自分のことのようにね反省しますよ、ね。ちょっと僕はそこはそういうあるわけですね。でもお綺麗なんでもう全然大丈夫。でそんなことはない。今ね、まみさん自身が注目のアーティストとかっていうのはいらっしゃいます？そうですね、まあ、今日ここに出てるかどうかちょっとわからないけれど、注目ですかね。なんか私はですね、まあ、みんながまだ売れてない頃に買うのが好きです。いや、やっぱさすが目利きですね。なんかこんなとこで言って、縄くんとかも買った時は12、2000年ぐらいでしたかね、はい、焼き貧乏でお金、焼肉おごってあげるからうちにつけに来てって言ったら来てくれたそんな感じ。なんかやっぱりね、そういう困ってる時にやっぱ買ってあげること自体がやっぱり大切ですよね。そうですよね、それこそ別に恩とかじゃないけど、はい、もう忘れないですもんね、関係性が。あとは、ね、ちょっと忘れられてるかもしれないですけど、競馬みたいなもんで自分のその目利き度を、まあ、10年後に、やっぱりねって思うのも楽しい。にんまりやっぱり売れたわって思うのも楽しいですよね。そうですよね、でも見ててもそうでしたもんね、昔の値段とこんなに違うんだなんて。はい、そうですね。でもなんか基本的にはその、まあ、写真家にしても絵描く人にしても、まあ、基礎はあるじゃないですか、はい、画力とかもあるし、で例えば昔多分すごい売れちゃったんだけど廃れちゃってる人っていうのもいて、やっぱりそれは大量消費大量生産でマーケティングしちゃったからつまんなくなっちゃったっていう人も多分、ね、記憶の中にあると思うんですけど、その、まあ、おしゃれと同じでどこまで画力とか情熱を落とさないでずっとやっていけるかっていうのにかかってるような気がするんですけどね。生き延びるって感じもする、サバイバルな感じもあって、本当に、ね、難しいとは思うんですけど、もうそろそろチームにしてあげたいと思うんですよ。そうですね、たった一人の孤軍奮闘から少しずつ誰か手伝ったりして、ね、そろそろチームジャパンとかね、あーチームね、文京区目黒区とかそういうことでも、ね、私よく分からないんですよ、海外はチームってあるんですか？まあ、やっぱり資本がちゃんとしてる大きなギャラリーとかがありますので、その方たちはやっぱりスタジオもちゃんとやりますし、マーケットもちゃんと作って、さらにコレクターに直接に届けるような形になりますので、そこのダイナミズムはまだまだちょっと日本は遅れてるのではないかな、これからかなとは思いましたよね。いつになるんですかね。まあできれば21世紀中に。そうですよね。まあ、なんか微力ながら買い続けるっていう、細々買い続けるっていう行為を続けていこうかなと思うんですけどね。竹岡さんがこう買うっていう衝動と行為に行くときってどういうこと、時が多いんですか？その衝動的に、あ買おうってなるのか、この人を狙って買おうなのか、はい、全然もう見てて、うん、あなんかこの人よくわからないけど、うん、なんか絵が語りかけてくるとか綺麗とか、もうそのなんか絵の発するエネルギー体みたいのを感じ取る感じですかね。なるほど、はい、だから皆さんがでもね、実はそのムーブメントを作ってすごく売らんかなって言ってプロジェクトしてる方もいらっしゃると思うんですが、はい、でもその絵を見てあんまりエネルギーがない場合はやっぱり買えないんですよ。そうですよね、そう買えないです。そうですね、はいはい、やっぱり割と意外と、もちろんストーリーとかも大事ですが、はいはい、直感を大事にした方が、迷わないとか、ね、後から後悔しないみたいなことありますよね。そうですね、アートフェアだとね、割と最初見て、あ一回りしてからもう一周して買おうってちょっと候補3つぐらい考えて歩いて、で売れちゃってると相当衝撃が、あそれはショックですね、衝撃ですよね、なんであの時自分は決断できなかったんだみたいな。でもまあ縁がなかったのかなっていう、まあ、それもありますよね。言い聞かせるしかないですよね。そうそう、なんか会社社長の運営の感じですよね、なぜあの時決断が遅かったのかみたいな、そういう、でもなかなかその難しい、いやそ
結できるものだったらいいですけどね。そうじゃない時って。そうで、あとなんか多分皆さん知らないと思うんですけど、欲しいなと思ったら買っちゃう、あんまり言っちゃいけないかもしれない、買いますって言っちゃって、うん、で分割できるお金も行為にしてる画廊さんだったら分割できるから、うん、全然買えると思うんですよ ね、 お小遣いの中から、うん、でやっぱりいっぺんに例えば何百万とか払わなきゃいけないとなると辛いじゃないですか、どんな人も、うん、だって家に飾るだけで誰も見てくれないし、うん、あるいは倉庫の中にあるだけなので、うん、まあね、バッグとかだったら人に見せられるけど、うん、全く絵とかって個人的なものなので、そうですね、はい、絵はあれですか、頻繁に変えたりとかするんですか、家の中で。割とね、はい、今回はそうですね、マミさんね、絵のために内装変えたんです、うん、内装変えました。あ、でもそれいいですよね。そうですね、 いいところの話じゃなくて大変だったのです、まあ、大変ですね、なんか100号の絵に額つけると大体20万ぐらいするんですけど、でもつけないと油絵の具だから猫の毛とかくっついちゃうじゃないですか、だからみんなはそれを書けるそうなんですけど、ただね、でもまあ大事にしたいなと思って、額装したらめちゃめちゃお金がかかった。額装もしますよ ね、 そうですね、確かに、はい、うん、やっぱり買えると服と一緒でちょっとテンションというか上がりますね、上がりますよね、はい、うん、あと空間が本当に変わる、変わりますよ ね、 すね、激変しますね、うん、すっごいおしゃれな人になった気がする、わかります、もう制作する側なんですけど、やっぱりこうアトリエの空間もその都度その都度で雰囲気が変わるというか、作ってるもので、そうですよね、で、これからこの番組は一応、はい、週末に見に来る方のためにも役立つかもしれないので、はいはいはい、アートフェア東京を見るためには何か注意、はいはい、こういうのは考えた方がいいですよっていうのはありますか。ね、興味を持ったら躊躇なくいくらですかと聞く。なるほど、もう今日のハイライトはそれでしたからね。クリスさんはどうですか。クリスさんは僕のどういうことですか、見方ですか。そうですね、作家さんが結構多分いると思うので、うん、ぜひ話を聞いてもらいたいですけどね。なるほど、私からはですね、はい、歩きやすい靴でお出かけください。それはそうしました、ね、広いですから本当にその通り、もうね、おしゃれはしたいんですけど、はい、もしヒールとか履いちゃうととても足が疲れてしまいますので、はい、できるだけ履き慣れた靴でお出かけください、ね、はい、もしかしたらペットボトルの水もあった方が良いかもしれません。東京プラス、じゃあ次にご紹介したのはですね、札幌のギャラリーで、ギャラリーモンマさんなんですけども、あ、いた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 、あ、どうもこんにちは、アーティストの山本さんです。あ、知ってました。あ、そうですね、はい、アーティストだから。そうですね、はい、マミさんどうですかこの作品。いや、実はですね、すごく奥行きが あるので、ちょっと不思議な絵画でしょ。あとツルツルだから素材なんですかって実は聞きたかった。はい、素材はキャンバスの上に普通に市販されているアクリル絵の具で描いてます、はい、でこの透明に見えるのは、うん、そのアクリル絵の具に本来混ぜるメディウムという、うん、まあ、溶き油みたいな油絵の具、はい、そういうものをこう埋葬埋葬を筆で厚く塗って、うん、でその都度研磨して平らな面を出す、うん、で丸を描いて、ある程度描いたらまた同じことを透明のを厚く塗って研磨するっていうものですね。触りました、すいません。本当はダメですけど。本当はダメです。今は大丈夫です。でそれを8層ぐらい重ねてるので、ね、このような奥行きが出ます。で色のついてる丸と、うん、そのマスキングでくり抜いてる丸を層ごとにこう交差させて、で複雑なこう構成を作ってるっていう絵になります。なんか丸にモチーフを決めた理由はありますか。昔はもっといろんな形とか具象的なものも描いてたんですけど、はいはいはい、そのあんまり形自体に意味を持たせたくなくて、だんだん丸になっていったんですよ。なるほどね、はい、お名前をちゃんと聞いとかないと。そう、お名前は山本由紀と申します。普段はね、札幌にいらして、はい、大きなスタジオなんですよ ね、 すね、新しくなられて、はい、シェアスタジオを作って、はい、活動してます、ね、そうなんですよ。札幌はたまたまご縁があって、はい、まあ、何人か仲のいい友達もいるんですけど、はい、山本さんの場合はちょっとある財団の助成金を差し上げたっていう、はい、応援したい、そういうつながりなんです。毎年アートフェア東京を参加されていて、すごい印象に残りますよね。でも今回多いですよね、作品。いつもだいたい少ないもん。あ、そうです、大きいやつとかね。広いブースを借りていただいて。そうですよね。はい、で手間が、ね、相当大変だから、作品がたくさんは作れないんですよ。
確かに手間かかる。どれくらいかかるんですか？これほとんど同時制作でやってたんですけど、ね、まあ、3、4ヶ月全部はい、ね、ありました。はい、それ考えたら1年間何点できるかってことですよね。大変。そうなんです、ね、その山本さんにとってその平面に奥行きを出すことは、まあ、多分重要なんだと思うんですけど、はい、その重要である理由ってあります？奥行きを出す、はい、難しい質問だな。そうですよね。なんて言うんでしょう、まあ、アーティストに本当はそんなこと聞いちゃいけないのかもしれないんですけど、いいやっぱりその絵画が見せれる空間の質ってこうあると思ってて、そのただの3次元の空間じゃなくて、もっとその上の次元をこう目指せるような空間っていうのが絵だと一番他のメディアより作りやすいのかなって。確かにそうですね。他のメディアだと多分3次元までですよ ね、はい、じゃあその後の4次元は実はこういった平面に自分で描く方が作りやすいですね。そうですね。その空間をやっぱり絵で歪めることによって、うん、その4次元以上のもしかしたら空間というのか時間というのかそういうのも分かんないですけど、そうですね、そういうのも入れ込んでいけるっていうのが僕にとって絵画の魅力だと思います。そうですね。まあ、あのテレビゲームとかだとやっぱ3次元は表現できるけど、うん、4次元は表現できなかったり時間は表現できないですよね。でもなんか最初の印象からして、はい、まあ、もちろん美しい絵画でもあるんだけど、そのやっぱり層の奥っていうのはやっぱ時間の積み重ねのようなイメージなんですよ。だから、まあ、4次元に近い 3.5 ぐらいの感じが、はいはい、あの山本さん作品にはあるなっていう。なるほど。やっぱり、ね、それ苦労してやってる部分もあると思いますね。ちなみにさっき実は聞いちゃったんですけど、下世話な話でまたいくらですかみたいな。いや、コレクターは ね、金額すごい重要で、ね、ちょっと聞いてみましょう。聞いてみましょう。手間もかかってすいません、値段を聞いてもいいですかっていう。この大きいの、大きいの、うん、大きいのでこれですね。もう売れてるんですね。あれ、例えばこれ今これ売れちゃったの。裏かな。同じ値段ですけどこのぐらいになります。65万から70万。なるほど。でも適正価格になったんだな。もっと安かったのにな。そうですね。でも良かったですね。うん、本当に4年前でどれくらい、逆に変動でいうとどれくらいあったかとか覚えてますか？4年前あれですよね、東京、アトリア東京。そうですね、初めて出した時ですけど。それは多分ね、半分ぐらいかな。半分ぐらい、うん、ですよね、多分。そうだったかもしれないですね。だからね、才能ある人は早く見つけて買わないと。そういうことですね。勉強になります。そういうことですね。でもあの楽しみにしてますから、はい、いろいろ頑張ってください。どうもいつもありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これで尋ねるかもしれません。尋ねに行きましょう。ちょっとちっちゃいやつがいいかなと思って、ね、あ、やばい。あ、あ、ゆいさん、東京トラッシュだ。東京トラッシュだ。マジですか。とも広まってますよ。すごい広まってる。すごいすごい。やっぱりアート業界ではちょっと、やっぱ違いますね、ちょっと今注目していただけたんですかね。宣伝しますよ、ガンガン。普通の人に。ありがとうございます。そう言っていただく。普通の人にって。普通の人にっていう。普通の人、アート業界の人だけ見ててもしょうがなくないですか。こちらちょっと撮影いいですか。いいですか。すごい綺麗。これね、あの私が知ってるアーティストでね、蓮田智子さんの作品なんです。へー、綺麗ですね。蓮田さんの作品はね、うん、本当にあのダイナミックな色使いなんだけど、ね、とっても繊細で、うん、なんか透明感がある、うん、ある魅力がある、うん、すごい綺麗。蓮田さんいらっしゃらないですか。はい、でも今はなんかちょっと外友達を探して。なるほど。アクリルですか。アクリルですね。うん、すごい綺麗ですね。あのいろんなシリーズがあってとても魅力がある。これ具象じゃないですよ。具象じゃないと思いますね。あのほらよく具象じゃないと言いつつ具象ですっていう人いますよね。います、はい、うん、なんか表現してそうな感じですよね。そうそう、表現してなんかあるのかなと思いました。まあでもあるかもしれない。あるかもしれない、本人の中ではね。綺麗ですね。綺麗ですね。あのなかなか日本のアーティストってもう少し、うん、あのいろんな複雑にする、さっきの
ファッションのね、はい、鉄則みたいな話をとさっき伺ったんですけど、はいはい、マミさんがおっしゃってるように一つずつ色を減らしていくみたいなことが、はい、多分バランス的にうまいと思う。なるほど、センスがすごい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私なんでさっき山口さんのことを山田さんって言ったのか本当に頭がおかしくなっちゃったごめんなさいね。とんでもない。なんかそして老舗の東京画廊さんですね。いいですね。あの私この作家も、ね、大好きな志村ブロスさんなんですよね、うんうん、彼女たちは兄弟なんですね、うんうん、兄弟ブラザースなんで、それで、今ベルリンにお住まいでオラファエリアさんのスタジオにいらっしゃる方たちなんです。ものすごくね、うん、繊細だけどもの緻密にやってて、もうあの映像なんかも大好きで、うん、それらを作品にしてて、あの何の真ん中に入ってるの見てみてください視覚っていうものをちょっとね表現しててすごい面白い。アニシュカプーが入ってるのかと思ってそんなこっちゃ失礼だね、うん、志村ブロスさんはオラファエリアさんのスタジオにいるんですよ、はい、うん、日本人の彼らだけね。こっちもそうですよ、うん、このまたなんか素材感が面白い。面白い。それでやっぱりね、光とか作品のその映像とかの作品もあの作ってられてた方なんで、センスがやっぱりいいと思う。確かにセンスいいですよ。これなんかもう微妙なところが。本人たちがいらっしゃるのはちょっと残念なんだけど、ね、はい。でもね、とってもあの実力派です。はい。まあ実力はありますよ、うん。あの国際展多分どんどん出てくる方ですね。アート見るときに一つあるんですけど、素材いっぱい使ってるとなんかクズに見えるアートもあるんですよそれね判断に困る、うん、そうですね。そう、これは本当綺麗ですね。どうもありがとうございました。続いてはですね、話題のギャラリーペロタンさんですね。こんにちは。こんにちは。本日はありがとうございます。あのこちらが担当の、フリーあの韓国のあのチームでございます。Hello. Thank you. You're very welcome. すいません。ね、はい、あ、口を抜いて、はい、あの、yes. いただければと思います。いやー、すごい。いきなり小さくなっちゃうんですけど。ありがとうございます。すみません。代表してユミさんね。今日はあの日本の方ということで、彼、アーティストは確かチャイニーズですよね。はい、あのアーティスト中国人のチェンジェンさんです。あの注目の若手というふうに伺ってます。そう、he's one of the young leaders in the culture art. Correct. He's born in 1977. 77年に生まれておりますので、はい、あの若手で、はい、注目されております。今回はもうこのブースを全面的に使って彼の世界を再現しているわけですか。 So you're recreating his world with this little booth? We're trying. そうですね、あのできる限り彼のあの世界に忠実に再現をしようとしております。あの勝手な感想なんですけど、すごいモダンなものと非常に歴史的なものが一緒になっているようにお見受けします。そうですね、あの、うん、the modern and the classic are sort of combined. That's indeed the, what the story that he's trying to tell, which is aboutthe combination of one culture and another culture, even though they seem so distant all away. 2つの、 あの文化が全く違うもの、もしくはすごくかけ離れているものが、あの一緒になると、もしくはあの影響し合っていると、それがあの古いものと新しいものの融合にも結びついているというふうに彼は考えております。なんかあのご本人チェジェンさん、シュウチェンさんはもういろんなことやってらっしゃるでしょ。He's doing a lot of different things. キュレーションとか、He does curation as well. あるいは会社みたいなものを作ってる。And he also has a company. Yes, indeed. It's called Made In Company. Made In という会社を作っております。And the new logo that from Xu Zhen has been actually copyrighted. So it's right now his name as well as the company is the same logo. It is one line rather than the name of a person. But he's trying to make that. Very cool. そうですね。Xu Zhen をもうブランドとしてこれからも全面的に打ち出していくという形で、でまあ会社はまあ彼はある意味では代理店みたいに例えておりまして、自分がプロデューサーだと言っております。あの彼もやっぱ作品を作ってらっしゃる方。Do you also make the artworks? Not these, but I used to produce. I used to paint. 自分でもあの絵を描く、描いておりましたので、であのアーティストの担当をずっとやらせていただいております。なるほどね。
こういうとこ見るとなんか現代っぽいのも入ってますよね。そうね。That is actually a real work that has been produced. The body of the work is a composite of material. That, sorry, go ahead. でこれがは実際に作られた作品なんですけれども、まあ、こちらはもうやはりその、文化の、融合衝突というところで。で一つはアフリカの、木造、そして、まあ、こちらがもう本当に、漫画のキャラクターと。The real sculpture is actually very much enlarged. So the real sculpture is about 3 meter tall. 3メーターぐらいの高さの彫刻になっております。Even though the original is a very small piece of African sculpture. で、もともとその、この木造、木造ですね、アフリカのものはもっと小さいものだったんですけども、それをもう大きく作り、変えた、再現しているという形になっております。And clearly, where the sexual organ is has been replaced by a contemporary Japanese figurine. However, it has no negative connotation, but much rather entire humanity for the entire time. まあこちらがまあ性的な意味のところもあるんですけども、ただその性的というよりはやっぱりそれが一つのまあ人間観を描いているというふうに見ていただければと思います。What the artist is trying to say, for the human wants and needs, and what we perceive as beauty has always been changing. Yet, やはりその綺麗美しいもの、我々がその人間として美しいものっていうのは本当に今までその歴史を振り返ってきますと随分変わってきているということが言えるのではないかと思います。Yet, however, it is perpetual for us.To actually, the aesthetics change, but what we want, never. So, 美しいものっていうのはその時代時代で変わってくるんですけども、ただ我々が人間が持ってるその欲っていう部分は変わらないということを表現しているものになっております。ありがとうございます。これ作品として販売しているのはどれ？立体は分かるんですけど、このあたりはどう？ The two paintings. Two paintings. And the two sculptures. こちらも販売させていただきます。ゴージャスですね。Very gorgeous. Thank you. Thank you. ありがとうございます。Thank you. 本当にありがとうございました。次はですね、写真のギャラリーさんで、あ、ゴーマスさんどうもお久しぶりです。こんにちは、お久しぶりです。このブースはね、エモンフォトギャラリーさんのブースなんですね。なんかちょっと変わってるっていうか、これはストレートフォトじゃないですね。そうですね、彼の場合はですね、大体100枚から200枚ぐらいの、画像をこう重ねて、でさらに重ねた後に削るようにして引き算をして足したり引いたりして、フォトモンタージュという技法で、一番作品を作り上げています。綺麗ですね、なんか雲みたい。ありがとうございます、ね。今回はですね、桜の生と死っていうものの、イメージを彼は追いかけていまして、ちょうどこの大きい作品が、まあ、なんていうんですかね、花がこう満開になるシーンで、もう一つこの大きい描画がもう一つあるんですが、それは実はこちらの小さい作品でご紹介できるんですけども、これが今この大きい作品でちょうどあるもの、これがもっと対極にある桜吹雪でこう散りかけていくっていうシーン、これで桜の生と死っていうものを2つ対で一対になってるなってるんですよ、ね、一層というか。そうなんですね。すごいですね。で本来ならばここに大きい作品をもう一つここに並べたかったんですけど、場所の都合で、はい、今日はこの形で。つまりそちらの屏風はこちらの写真なんですね。なるほど。でもう一点がこちらの写真を元にしたのがあると。はい、このような、まあ、コラージュしている作品ですけど、世界的にはこういう作品もやっぱりたくさん出てきてるんですか？そうですね、あんまりでも見かけないですね、どっちかというと写真というよりも絵画に近いアプローチなので、そういう意味では写真の概念でもない、まあ、でも絵画の概念でもないということで、まあ、新しいスタイルということで、まあ、世界ではちょっと、まあ、興味を持って受け入れてくる。大体日本人の写真家の方って人気ありますよね。そうですね、特にヨーロッパの方でも日本人の写真家っていうだけでちょっと興味を引いてくださってる。屏風の形になってるのはちょっと初めて拝見したんですけど、はい、やっぱ斬新な感じでいいですね。そうですか、ありがとうございます。
マミさんどうですか、写真は。そうですね、写真大結構好きです、はい、まあ、買ったりしてますね、いろいろ。あの、すいません、私ちょっとだけ買ってるコレクターなんちょっとじゃない、そんな大したコレクターじゃない。なんかあのあれですよね、酒井法一とかの昔の日本の屏風のに、はい、あの表された枝ぶりとかみたいなものをちょっと感じますね。やっぱり日本人的な DNA がすごく入ってるような気がするんですけど、それをなくさないと思ってもあるもんですよね。日本人なんだもん。それで桜好きなんだもん。桜ってやっぱりあの日本人だけ特にすごく好きじゃないですか。でもよくよく考えると冬の間の桜って相当幹とかが、いわばアグリーな木でしょ。なんかゴツゴツゴツしてて黒いし、ところが春だけパーッと華やかになってね、なんか本当に生きててよかったみたいな感じになるからね、いいですね。ちょうどタイミングいいですね。そうです、さすが小松さん。いやいや、ありがとうございます。もう素敵です。もうあんまり欲張らずにも今回は桜だけで、はい、持ってきました。でしかも、あの別にコンテンポラリーな感覚で、現代の桜っていうものを見ていただこうと思って。そうね、現代ですね。面白い。それで私がまた値段を聞いてしまうという。そうですね、せっかくなんで。今日はその流れですね。そう、値段を聞かないとですね、ちょっと教えてないでいいですよ。やっぱり考えられないので。あんまり実は高くなくてですね、はい、この作品はあのエディションと言いまして、はい、限定で5つ、はい、で30万円です。あ、そうですか。はい、やっぱりちょっとアンダー100になると心が躍ります、ね、すごいすごい。30万円プラス消費税っていう形で、はい、32万4千で提供させていただきます。1枚ですよね、はい、そうですね。屏風になると大体どのくらいですか。屏風で、97万2千円。でもすごく言っていいか分かんないですけど、インテリアだとすると、はい、安いと思うんですよ、実は。はい、そう言っていただけると。置けるということを考えると、だってかっこいいじゃないですか。やっぱりアートフェアは見るんじゃなくて買うもんだっていうのを徹底しましょう、この番組。そう、一応。そうですよね。だって、もう見るのはもう分かったと。だって見るんだったら、これから顔、自分の美術館行けば良くないですか。でも日本人はそうですよね。そういうことですよね。美術はほら、あの美術館で見るもんじゃなくて自分で買うもんだっていう認識を持った方がいいですよね。そうですね。素晴らしいお言葉ですね。おひなさまの季節にこれをですね、あのおひなさまの前に置いていただくなんかもなかなかいいんじゃないでしょうか。なんかちょっとミニチュアも作っていただけると嬉しい。こんな大きいものを家に入る家に住んでいないという。確かに。そうです。これぐらいでミニチュアってのもありですかね。ありですね。すごい素敵だと思います。あのね、写真がいいところはサイズは相当お願いできるんですよ。なるほど。それがいいですよね。そうですね。はい。まああのまたあの、はい、ギャラリー、披露のあるギャラリーなんで、披露の方にもまたお邪魔させていただきます、うん、ありがとうございます。はい、今の彼のですね、展覧会をちょうどやっています。はい、あのこれすっごい綺麗ですね。これは桜じゃないですね。コスモスです。コスモス綺麗ですね。実はあの彼はですね、コスモスにずっと執着して10年間やってきた人なんです。そうなんですか。儚いピンク。そうですね。この色もすごく彼が好きな色なんですね。このちょっと甘い雰囲気がなんかありますよね。うん、なんかちょっとヨーロッパ的なイメージを感じて、この作品はフランスですごくあの支持されまして、ですよ、ね、絵画のアートフェアで結構売れました。ですね、すごい綺麗だ。なんか日本っぽくない、あのガラリとこうなんかコンセプチュアルなところが変わってるような気がしますね、これとこちらだと。そうかもしれません、ね。はい、すいません、なんかお忙しいところ。 ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお荷物かもしれませんが、あの桜とあの今回のコスモスのお話を少し、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次はこちらのブース。あら？あら？ちょっとこっち向いて。ちょっとこれは。こんな感じで今回ウリスさんじゃんこれ。はい、
こんな感じで今回やらせてもらって、上にバンクシーとかインベーダーとかちょっと本当だね、並びが素晴らしい、並びがすごいことになっちゃってますけど、恐れ多くも出させていただいてます。でも面白いですね、なんで新聞にしたのっていう。そうですね、なんか普段の社会で僕たちは広告やらなんやらすごいノイズを浴びてる、まあ、社会にいるっていうのを表しながら、まあ、今回あと別でそういった見出しとか文字を全て取っ払ったっていうノーニュースっていうのが別のシリーズも出しながら。そっか、じゃあこの見出しがあるやつとそうじゃないやつは違うんですね。これはもう全部削り出してます。僕新聞を貼って転写させてるような状態なんですよね。こすって新聞っていう繊維がもうない状態まで削るっていうのをやっていて、三輪書店さんは書店という名前がつくように、うん、マルチプルが、ね、多く扱ってらっしゃるから、ね、いわゆるもっと小型で、あるいは もう少しまあ、エコノミーを考えた時に少し自分でも買えるかなみたいなのを見つけやすいですよね。そうですね、毎回そうですもんね、うん、なんかでもこの辺りとか、うん、面白そう。これ面白いよね。しかも買えるなっていう値段で出てる。あ、値段もそう、でシルクもやったりとか。これ素材、これ何でできてるの。これは木、あ、木ですね。 MDF っていう木があって、その上に新聞を何層も貼って破いて貼って破いてっていう風にやって、でそれをこすり出す。切り出した形は何の形。これは紙の破れのこういうところを全部トレースして、僕素材としていっぱい持ってるんですよ。この破れの痕跡をすごい大事にしてて、その一つ一つが組み合わせて破れちゃった形そのまま切り出してる。そうなんですよ。へー、面白いね。これを使って組み合わせて再構築してるっていう。いや、家にあったらかっこいいなと思います。やっぱマットサキさんもね、すごい本当だ。鼻血出して鼻血ブーみたいな。なんか人気ですね、やっぱこちらのブース。そうですね、やっぱストリートは今流れがあるからね、少しありますよね。あとやっぱりなんか分かりやすい、確かに分かりやすくて面白いっていう、まあ、アートってすごい重要かなっていう。とっても興味深いなっていうことで、はい、この方どんな方ですかって今聞いたところだったんです。すいません、おじさんでした。いやいやいや、そういうことじゃない。やっぱりここの東西の名画とか映画とか、なんかそういうものと関係あるんですか。そうですね、結構古きを踏まえみたいな感覚はいつもありますね。なんか結構女の人を描くのが多くて、はい、でも男の人も描こうと思った時に何を描けばいいか分かんなくて、まあ、ダビデ像でいいかなダビデ像でいいかなって。女の人はいくらでも描けるんですよ。あ、そうですか。多分好きだから、いくら描いても楽しいんだけど、やっぱ男はなかなか筋肉とかしか描きようがないというか、なんか女性だと曲線とかいろいろ、おっぱいだったらお尻とかいろいろ描けるんだけど、確かにね、なかなか男だとモチベーションがなくて。でも、まあ、色の数を相当落としてやってらっしゃるの で、うん、そうですね、意外とやっぱこう実践で描くというかね、そういうのすごい難しいと思いますけど、すごい実践、個性がはっきり出てますね。そうですね、なんかやっぱ日本の絵っていうの昔から結構線で境界線を表現する、光を表現するっていう、はい、でヨーロッパだとその面で油絵だから、結構面で光を表現して立体感出すけど、この中日本独自なんじゃないかなと思って、この記号的になるっていうのは。質問です。はい、白目がないのはなんで。目の感じはこういうことで。そう、白目なくてもいいんじゃないかなと思って。いいと思うんですけど、すごい可愛いと思う。白目つけちゃうと表情ができちゃうんですよ。できちゃう、どうしても。確かに。でレゴみたいな顔にしたくて。ああ、そういう感じなんですね。あと結構普段は裸の女の絵ばっかり描いてる。ああ。その時に日本人の男の人って女性の顔を見るんですよ。可愛いか可愛くないかで判断するんだけど、ヨーロッパ人は体しか見てないんですよ。そうですね。そのなんか間を撮りたい、撮るっていう実験をしてて。面白い。あ、そういう実験なんですね。ギリギリ可愛い顔で、体もギリギリセクシーな立体感があるぐらい、確かに面白いにしようと思って。でこれちなみに本日はアートフェア東京2018にご来場いただき誠にありがとうございます。大丈夫です。公式ブックをアクセスエリア公式ブックカウンターにて、これミランダカーなんですよ。あ、そうなんですね。いろいろモデルさんをぜひお買い求めください。
クロッキーとかやるんですけど、やっぱりミランダカーのポジションポージングが上手くて、確かにこの手の交差とかね、そう綺麗ですね。いつも描いていらっしゃる女性はどんなか、こういう描き方なんですか。こんな感じです。ただ今回あんまり裸出さない方がいいんじゃないかっていう話で、怒られるかもしれないから、忖度ですね。そんなエロい絵じゃないですよ。裸なんだけどエロくならない。確かにあんまりこうエロチックなあの感じでよりはもっとなんか可愛らしい感じ。やっぱ顔がシンプルだとそんなにエロくならないっていうか、でも印象にすごい残りますよね。そうですね。今回初めて猫を描いてみて可愛いと思います。猫好きが多いって聞いて、私も猫派です。猫派やっぱり猫派です。猫派だ。猫を飼ってますで、猫描こうと思った時に猫どうしようかなと、猫飼ったことないから、なんか犬みたいな猫ですね。なんかわかんないけど犬は飼ってたんで、猫っぽい猫ですよね。難しいなと思って、うんうん、耳なんですよきっとね、耳のポジション。あ、ごめんなさい、話の交渉って、はい、あそこにある作品がこの方の作品なんです。あ、そうなんだ。あ、そうだ、一緒に近くでよろしくお願いします。すごいリスです。そう、あれはどういうことなんですかね。これ何でできるんですか。木の上ですね。木の上に新聞を何層も重ねてシルクを吸ったり削り出したりして、サンゴ礁みたいなですね、なんかね。サンゴ礁みたいな、破れの痕跡で全部組み立てて、サンゴ礁っぽいですね、確かに。サンゴ礁っぽい。なんか時間の経過を感じますね。まあ、アートフェアは人にも合うんですけど作品にも出会う、そうですね、そういうことでいろんなご縁が生まれていくといいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、急にお見とめしてありがとうございます。どうです、またよろしくお願いします。いい出会い。東京プラス。続いてはアートと書いて愛と読むアート情報コーナーです。こちらをご覧ください。2018年2月10日から14日間青山通りの特設会場で相田誠さんのグランドノープラン展が開催されました。この展覧会は公益財団法人の大林財団による新しい女性プログラムの第1弾で、今後2年に1度建築系の都市計画とは異なる視点から都市の在り方に興味を持つ国内外のアーティストに対して行われます。東京都庁はこうだった方が良かったのではの図、これがドローイングですけれども、そのプランを画家の山口明さんが絵画作品にしておられます。やっぱりお城が良かったんでしょうかね。さらに江戸時代の長崎の出島とは逆で、ハイスペックなエリートたちを集めて作るネオ出島のジオラマです。島内は国際社会ということで国際人を集中させるプラン、皮肉なことなんでしょうか、霞ヶ関の頭上に置かれると、そういうプランを提案しておられます。さらに風の塔改良案の考えない人の図、さらに風の塔の改良案としてもう一つのちくわ女の完成予想図です。でこちらは東京湾にあります人工島のアクアライン海底トンネルの排気口のデザインです。相原浩二さんの広辞苑の中に登場する名物キャラクターちくわ女にしてしまうという、もう見るからに非常に印象的斬新です。まあ、これだけのために見る人もいるかもしれません。でさらにこちらは2001年に提案されておりました新宿御苑大改造計画とその大改造計画のジオラマです。このプランも新宿御苑をこのように使った方が楽しくもっとゆっくり見られるというものです。でこちらは地下2階で展示されている坂口安吾さんの言葉を引用しての雑草栽培の展示です。まあ、これは外国人向けに作っているようなところがありまして、英語のテキスト、さらにこの雑草栽培の周りはですね、電車が走っていると、まあ、グリーンが足りない東京の状況というのも踏まえての話なんでしょうか。いずれにしてもユーモアがたっぷり感じられます。さらに
公約をさまざまな県とかで行うようなもので、一番私が好きなのはですね、公約群馬県を巨大湖にと、それからこの流れでいきますとセカンドフロアリズムという相田誠さんの提案がありまして、セカンドフロアリズム宣言というものが行われております。まあ、身の丈に合った建築、相田さんご自身はですね、2階以上の部屋には住んだことはないそうですけれども、非常にダイレクトにアイロニカルに、さらに古代妄想的でもありながら可愛らしさとユーモアのある提案でもある大展覧会でした。グランドノープラン展ではスペシャルゲストにチンポン、それからご自身の息子さんであります相田虎次郎さんも参加しておられ、ビデオ作品で国際会議で演説する日本の総理大臣と名乗る男のビデオ等、非常に楽しめる展覧会でありました。今年前半の必見の展示だったと思います。グーテンアベント。今日はベルリンのコンラッド・フィッシャー・ギャラリーよりベルンド&ヒラベッヒャーの個展を紹介いたします。コンラッド・フィッシャー・ギャラリーは1967年にデュッセルドルフにオープンした老舗のギャラリーで、ここベルリンは2つ目のスペースになります。このギャラリーは主に彫刻を扱っているので、この展覧会は意外だったのですが、実は1970年に2人はコンラッド・フィッシャー・ギャラリーで初個展を開催し、わずか2年後のドキュメンタ5ではコンラッド・フィッシャーとクラウス・ホネフによりキュレーションされたイデアセクションに出品しています。今回の個展ガスタンクスは石炭工場と溶解設備のガスタンクにフォーカスされていて、構造原理により分けられた6種類に合わせてこの展示が構成されています。以上、マイナス5度のベルリンより上野智之がお伝えしました。映像集団のワウが4月6日から4月15日まで青山のスパイラルで初めての個展となるワウビジュアルデザインスタジオ、ワウが動かす世界という展覧会を開催します。昨年20周年を迎えたワウは CM や VI といった広告における多様な映像表現から、さまざまな展示スペースにおけるインスタレーション映像、メーカーと共同で開発するユーザーインターフェースデザインなど、既存のカテゴリーにとらわれないデザインワークを幅広く展開しております。こちらの作品は2016年1月から4月までにソウルのヒュンダイ社が作りました複合施設ヒュンダイモータースタジオソウルでコミッションワークとして制作されたものです。参加する人の心臓の鼓動と呼応して、内側のスクリーン、外側の街に見られるようなスクリーンに両方とも見られるようになります。ユニティオブモーションをご覧ください。
次の作品はフローティングアニマ01という作品ですが、ワウは最近ではオリジナルのアート作品も制作しておりまして、昨年石巻市で開催されたリボンアートフェスティバルで小林武さんやデイジーバルーンさんと一緒に、制作した作品を発表しています。この作品は、鏡で構成された無機質な空間なんですけども、その中に空間を覆い尽くすようなミラーバルーンがアニメーションする、光や物体の反射を無数に繰り広げながら浮遊するという作品となっています。この作品を引き続きご覧ください。さんはですね、私本当に一押しの映像集団でございまして、そのワウさんのアーカイブ作品から新作までが20周年全部の作品が見られますので、もうぜひお出かけしていただきたい、おすすめ中のおすすめです。4月6日から4月15日までの10日間、青山にありますスパイラルで開催されますので、ぜひお出かけください。今回はアートフェア東京2018の様子をお届けしました。3月9日から11日まで3日間開催していますので、ぜひ足を運んでください。今日はどんな印象を持ちました？いかがでしたか？そうですね、だからいろいろな発見もありましたけど、やっぱり竹岡さんが何を買うのか、そこが楽しみでございます。アートフェアは見るもんじゃなく買うもんだよ。そうですね、とこの後どうなるんだろう。そうですね。でその竹子さん、まみさんどうでしょう？はい、そうですね、まあ、いろんな出会いがあって、ちょっと、まあ、買おうかなって頭の中で考えてますね。もう買う気満々ですよ。だってほら買うところだから。あら、ね、いいね。やっぱね、まみさんみたいな人増やさないとダメですよね。まさにぴったりのゲストでしたね。はい。東京トラッシュでは皆様からの情報をお待ちしております。これからもより有意義でタイムリーな情報をお届けいたしますので、皆さんぜひご覧ください。そしてフォローのクリックもお願いしますよ。ではまた次回、さようなら。